皆さんお疲れ様です。パーソナリティのはるかです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回のテーマはイギリス女王の葬儀に参列される天皇皇后両陛下のお姿に海外が感動したわけとはでございます。エリザベス女王の葬儀に出席された天皇皇后両陛下が話題になっていました。その話題に関する内容につきましてお届けいたします。エリザベス女王の葬儀に出席された天皇陛下は、女王の眠る棺にお辞儀をすると、久しぶりにお会いするチャールズ新国王と握手を交わしたようです。9月19日午前11時日本時間午後7時から行われた英国のエリザベス女王の国葬。日本からは天皇皇后両陛下が参列されましたが、使用された交通手段に称賛が集まっています。英国史上最長となる70年間にわたって在位したエリザベス女王。それだけに、女王を見送る国葬には天皇皇后両陛下をはじめ、アメリカのバイデン大統領、フランスのマクロン大統領など、世界各国の要人約500人も参列。ロンドンのウェストミンスター寺院で約1時間にわたって営まれた国葬。葬儀前には、96年の生涯にちなみ鐘が96回鳴らされ、カンタベリー大主教の説教が行われた後、イギリス全土で2分間の黙祷を捧げられました。また葬儀の様子は世界各国で生中継され、数十億人が視聴したとみられています。世界中の首脳や国家元首が一堂に会するということもあって、警察官を約1万人動員するなど、警備のレベルも史上最大規模に。中でも移動方法が悩みの種だったといいます。現地の記者は次のように話しています。国葬で世界のトップに何かあったとなれば、国際問題に発展しかねないので、厳重な警備が求められました。しかし、世界各国からの要人約500人を個別に終始警備するのには限界があるんです。そこでイギリス当局は、国葬会場までの移動方法として、原則的にバスを使用し、トップが乗り合う形で会場に来ることを求めたそうなんです。しかし、警備上の理由からバス移動が適用されない人物も。イギリスのタイムズ紙は、バイデン大統領、マクロン大統領、天皇陛下らが除外され、専用車で会場に来ることになるのではないかと12日に報じていたんですよ。一部で特別扱いを受けることが報じられた天皇皇后両陛下でしたが、現地時間の午前10時ごろに宿泊先のホテルを出発され、王立病院の敷地内で警護付きのバスに乗り換えられました。そして各国の国王などと乗り合いで会場に向かわれたのです。皇室ジャーナリストは次のように話しています。陛下は18日にバッキンガム宮殿で行われたチャールズ新国王主催のレセプションにも、各国のトップとバスに乗り合わせて参加されました。専用車での移動の打診もあったと思いますが、お断りになられたのではないでしょうか。特別扱いを誇示された陛下のご判断に、ネット上では感動する声が相次いでいます。なんと思慮深い、特別扱いをあえて求めないとは。特別扱いなど一切リクエストなさらない陛下、誇らしい気持ちになります。両陛下は特別車を用意される数少ないメンバーの中に入っていたと記憶しています。きっとお断りになり、他の要人たちと一緒にバスに乗ったんですね。イギリスではその判断が日本ならではのつつましさと表現されていて、誇らしい気持ちになりました。エリザベス女王の国葬に参列された天皇皇后両陛下は、棺の置かれた中心部から見て前から6列目に着席されていたことが、イギリスメディアの中継映像や配信写真で確認されました。皇后陛下は前から6列目の通路側の席に、
その隣に天皇陛下が着席されました。天皇陛下の隣、通路側から3番目はマレーシアのアブドラ国王と見られ、お二人が会話する様子がイギリスメディアの配信写真で確認されました。エリザベスイギリス女王、クイーンエリザベス2世の棺は19日ウィンザー城ウィンザーキャスル内の聖ジョージ礼拝堂セイントジャージスチャペルで行われた礼拝で、地下にある王室納棺堂に降ろされました。棺は隣接するジョージ6世記念礼拝堂キングジョージ6メモリアルチャペルで午後7時半日本時間20日午前3時半に埋葬されました。埋葬の様子は公開されないため、公に行われる式典は聖ジョージ礼拝堂での礼拝が最後となりました。埋葬先となるウィンザー城ウィンザーキャスルに運ばれた際には、愛犬のコーギー2匹と女王が長く所有していたポニーもその葬列を見送りました。女王最後の愛犬となったミックとサンディは王室の従者2人に中庭へと連れ出され、城に到着した霊柩車を迎えました。女王は大のコーギー好きで知られ、生涯で合わせて30匹以上を所有。ミックとサンディは女王の死後、次男アンドリュー王子に引き取られています。一方、女王が26年にわたり所有したフェルポニーのエマはウィンザー城に続く道ロングウォーク沿いの芝生に立ち葬列を見守りました。天皇皇后両陛下は19日夜日本時間20日未明、ロンドン郊外のスタンステッド空港から政府専用機で帰国の途に着かれました。両陛下は17日から19日の3日間英国に滞在されました。国葬やレセプションでは出席した各国王族や元首らとも親交を深められました。そんな女王の葬儀での天皇陛下のご様子に海外からは多くのコメントが寄せられていましたので、ご覧ください。海外の反応。両陛下ともお元気そうだね。雅子様を見られて嬉しいよ。本当に美しい皇后陛下だよね。彼の国が台風に襲われてるのに来てくれたんだね。アジアの王族が見られて嬉しい。特にジグミケサル王、ブータンは。ようこそイングランドへ、陛下。来てくださってありがとうございます。皇后陛下は巨大な帽子のレディーの後ろに座っておられたようだね。一部返金してもらえたことを願うよ。神道では死は汚れだから、天皇は普通は両親の葬儀にしか出席しないらしい。本当に素晴らしい。日本の天皇はめったに国外には出ないのに。日本には今でも天皇がいることはラッキーなことだよ。歴史を考えたら本当にすごい。天皇陛下をバスに乗せるという扱いには本当にがっかりしたよ。天皇陛下は決して嫌な顔をしないだろうけどね。何が気に入らなかったの？天皇陛下は自分の乗り物で移動することが許された数少ないリーダーの一人だよ。天皇皇后両陛下はヨーロッパの王族たちとヨルダン国王の後ろの6席目だった。女王と付き合いの長い順番に並んでるんじゃないかな。ジョー・バイデンは14番目だったけどね。天皇皇后両陛下はスルタン王マレーシアの横、アブドゥッラー2世ヨルダンとラーニア王女の後ろに座っておられたよ。ニュージーランドとオーストラリアもバスだったんだね。カナダもバスだったの？トルドー、マクロン、天皇陛下、バイデンは安全のためにバスじゃなかったはず。黒いマスクはしてないんだね。黒アイパッチの人がいるよ。どういう理由で席順を決めたのかすごく興味がある。ラジオで外務省の人が英国では一般的に在位期間も順番に関係すると言ってたよ。それなら納得だよ。デンマークのマーガレット2世は一番在位期間が長いから最前列だし、同じく在位期間が長いスウェーデンのカール・グスタフも最前列だから。
なんでスペインの国王は2列目なんだろう。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。